はい、どうもー、毎度おなじみ、ゆうご .tv でーす。毎度おなじみって言っても、今月入ってから初めてですけどね。今日は7日、木曜日、ゴールデンウィークも明けて、皆さんお仕事モードで大変だと思いますが、はい、今日も一日、一緒に学んでいきましょう。ということで、本日のお題は、若いうちにやっておくべきことじゃないや、これの中から、若いうちこそ恥ずかしい体験、恥ずかしい経験をたくさんしておく、こちらのお題を今から読んでいきます。俺も久しぶりの放送だからちょっと舌が回らない、そして髪の色が変わっているというね。はい、恥ずかしい経験は若いうちであればいくらやっても許されます。子供の頃の恥ずかしい経験はまだ周りの人の優しい目があります。まだまだ若いから大丈夫。最初はできなくて当然。恥ずかしい経験をしても応援してくれる人さえいます。若い時期はまだ世間のことを何も知らないがゆえに、たくさんの失敗とそれに従う恥ずかしい経験をしてしまいます。しかし、私もそうだったのですが、そうした経験をたくさんしておくことで初めてわかることがあります。初めてのテーブルマナーはどうすればいいのか全くわからず、最初は必ず失敗します。しかし、恥ずかしい経験をしておくことで、こうしてはいけない、こうすればいいことがわかり、成長していくのです。若い時期とはどんな時期なのかというと、失敗を許してもらえる時期です。勉強も恋愛も人付き合いも、失敗や恥ずかしい経験をいくらしたところで全て許してもらいます。社会に出てお金が絡んでくると、たかが1回の失敗でも大騒ぎになることがあります。まだ許してもらえる若い時期に、できるだけたくさんの恥ずかしい経験をして、大人になる前の下準備をしておきましょう。今日の格言、許される若い時期にこそ恥ずかしい経験をたくさんしておく。なるほど、確かにね、若い時はいくらでも若気の至りとか何も怖いことなかったな。若い時何やっても、本当にまあ何やってもって言っても限度があるからね、犯罪とかを犯したりとかしては絶対にダメよ、ダメダメっていい年こいたおっさんもこういう恥ずかしいことをいっぱいやってるんで大丈夫。若い皆さんはもっといろんな経験をして、体験して、失敗して、多く学んでください。自分もその気持ちを忘れず、頑張っていきたいと思います。ということで、本日はこの辺で、またね。